これでいいかな、ね、ガツンガツンガツン、もうニンニクとネギ両方とももうアリシンたっぷりで、もうこれだけでもね、スタミナついちゃうんじゃねみたいな。あと切り終わりました。何グラムだったのこれ。ガツンガツン、ここからいなあがる、染み込んで、まあうまいね、うん。皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。ちゅうことで、そろそろ夏も終わるっていうことで、そろそろスタミナつけ、お前またスタミナつけるのかよみたいなね、常にスタミナ漬けのまかないでございます。はい、ということで早速薬局ですね、本日もスタートしましょうか。今日何作るのっていうことなんですが、ステーキ焼き飯さ、もう最近ちょっとまかないの域超えてんじゃないみたいな、全然高くてそうまかないじゃないんじゃないみたいなね、かもしれませんけど、やっぱたまには栄養つけなくちゃいけないんじゃないのみたいなね。ということで始めてまいりましょう。はい、それではですね、どうしよっか、ニンニクステーキ焼き飯ね、じゃあまあニンニクの方をね、ガツンガツンでスライディングしていきましょう。ガツンガツンパラリー、この全然スライスじゃねえじゃんこれみたいなね、かもしれませんが、まあその辺はね、よろしいんじゃねえのみたいな感じですね。はい、そしたらね、器の方にスコルバ、キンコン、缶ですね、入れておきましょう。そして次はギーネですね、もう青いとこでいいからね。じゃあ青いとこ、ガツンガツンパッカリーノスケですね、ガツンガツンパッカリーノスケと、はい、こんな感じでいいかな。これ別器にね、入れておきましょう。これでいいかな、ね、はい、ガツンガツン、もうニンニクとネギ両方とももうアリシンたっぷりで、もうこれだけでもね、スタミナついちゃうんじゃねえみたいな。あと卵も入りますよ、もうこれのもうビタミン B が最高だから。はい、主役です、本日のステーキですね。はい、安いよ、791円、まあ800円ぐらいね、半分じゃ多いかな、あんまり入れてもごろっちゃうねみたいな感じだからね。これいいか、半分いっちゃう、いっちゃうのこれ、相当いだるよな、いっちゃうかな。じゃあ半分ぐらいいきましょう。はい、そうしたら、どうする、このまま焼いても食いにくいんで、なんかツンが切れ目入ってるのかこれ、入ってねえな、なんかツンガツンとね、サイコロステーキ系にねしていった方が食いやすいんじゃないみたいな感じで、サイコロコロコロサイコロリンとね、サイコロコロコロ、この脂身とかうめんだよなステーキもな、サイコロコロ、これちょっと入れすぎじゃねこれ、これやばいっしょ、やばいよね、なんとなくやばいよねこれね、ちょっとこう盛り付けがかなり不自然になりそうな感じではありますがね。はい、切り終わりました。何グラムだったのこれ、わかんないね、402グラムぐらい、これ200グラムくらいかな、そうだね、ちょっとごめんね、目があるってよく見えねえや。はい、じゃあね、これら持ってバービーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ということで、ただいますね、バービーコーナーの方にやってまいりました。はい、フライピンですね、はい、そしてラーディですね、ラードね、これを入れていきましょう。やっぱチャーハンとかでラードだねみたいな、ステーキからも牛脂が出るし、この豚ラードも旨味を出すみたいなね、ダブル油だね。まあ、スタミナつけにはここでやらせてもらわないとね、困るんでね。はい。何怒り口調なんですかみたいな。いや、疲れてるの、疲れてるの。ね。それでは、天下一発ラーディーですね。溶かしてまいりましょうか。ガツンガツンパッカリーノスケですね。はい、そうしたら、なじませないとね、やっぱチャーハンはね、フライパンに当たりますからね。当たるって業界用語で、当たるくんのことじゃなくて、くっつくっていうね、意味があります。くっついちゃうんでね、よーくこう、なじんこしていかないと。はい、そうしたらね、はい、ステーキ、ね、ぶっちぎりましょう。はい、ちょっと強火でいっちゃおうか。ガツンガツン、パッカリーノスケですね。ガツンガツン、パッカリーノスケ。で、今日はステーキの方ね、下味つけましょうね。お塩ほんのちょっとでいいですよ。パラリーナとね。はい、それからブラッキーペッピーですね、パンパンパパンパンチュータですね、ガンガンガガンガガガンガンボノスケとね、はい、いい感じで焼いてみましょう。まあ私ステーキレアくらいが好きなんですけどね、まあちょっとスーパーで買ったやつなんでね、まあでもそれでもレアで食っちゃうんですけど、いつもね、まあその辺はね、この焼き方はね、皆さんご自身に任せます。
自己責任でお願いいたします。ガンガンガガガガガンガン、できるだけね死ぬような牛肉買いましょうね。ガンガンガガンガガガンガン、ちょっとラードが足んないか。もうラードがちょっとね、まあ、新しいのおろせばあるんですがね、最後までね使い切る、これが無駄なしの心情ですね。ラービーラービーラービー、これカロリー高いよ、今日も言っときますけどね。これガツンガツンパッカリンですね。はい、いい感じじゃない、もういい感じだよね。はい、そしたらもうニンニクステーキだもん、ガツンガツンね、ガーリック入れちゃいましょう。ガツンガツンパッカリンすよ、ガツンガツンパッカリンすよね。いや、これだけで飯食いたいよね、はっきり言って。これを焼き飯にしちゃうっつう、このね、なんちゅうか本ちゅうかっていうのね。はい、ガッツリ、はい、ギーネー入ったよ。はい、そしたら生タマーギー入ります。バッツリなね、ちょっと今日順番違うんじゃねえ、まかないちゃんみたいなね感じで、たまに当たっちゃったか、これやべえな、なんか嫌な感じだね。なんか嫌な感じだね、この辺嫌な感じだ。大丈夫だね、大丈夫大丈夫。はいはい、ちょっと今日はね、卵の黄色い色をね、なんかこうちょっと出していきてんじゃねえのみたいな感じですよね。はい、そうしたらもうあとは、はい、シーメーバッツリーのけどね。はい、これで、すっごいいい匂いなんですよ、こうやばいよやばい。はい、あとはね、スンガスンとね、お肉と、シーメー、飯だね、飯と卵とネギとガーリック、これが全部ね、馴染んだら OKOK、ベリーOKケーリングです。はい、それじゃあちょっとね、馴染ましちゃいますね。はい、ということでね、ほぼほぼ馴染みました。ここでね、味付けに入りましょう。このご飯の量に対する 1% のお塩ね、ソルティーナとね、ソルティーナ、はい、そしてね、少々の味の素、アジリーナ、アジリーナね。はい、そしてここでまたブラッキーペッピーですね。はい、あとはね、この調味料がガツンガツン混ざるようにね、フライパンバツンバツやって完成となりますよ。ガッツンガッツンパッカラいいな、ガッツンガッツンパッカラいいな、ね、はい、飯のダマダマをね、完全に潰すような、これ肉多いんじゃねこれみたいな、ね、まあしょうがないですね、もうスタミナ食なんだ今日はね。うん、ガッツンガッツン、ニンニクのいい香りしてるね。あ、バンバンババンバンチューパトね。はい、これでね、牛ステーキチャーヒンですね、完成とさせていただきましょう。はい、お皿の方に盛り付けるかね。はい、ガッツ多いな、肉すげえな、これ肉すげえぞ、これやばいやばいやば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 ね、すんげえうまそう、すんげえうまそう、これこれあね。はい、そしてここでまたね、もう一回ちょっとフライパン火つけましょうかね。はい、フライパンに火つけたら、ステーキソースです。お前どっから出してくんだよそれみたいな、あ、すいません、もう今回忘れずにステーキソースの作り方、下にリンクくっついてますね。多分 3,4 年前の動画になると思いますがね、よろしかったらね、まあそのままでも美味しいよ、あれそのまま美味しいんだけど、こっからは個人的なね、ガッツンガッツンステーキリングですね。ガッツンガッツンステーキリングね、ガッツン、はい、こんぐらい詰めたとこで、ちょっと多すぎたなタレな、あ、ちょいちょいちょいと、こんなもんでいいな。うん、よし、これは晩飯にとっておきましょう。はい、それではね、テーブルの方に行って食してまいりましょう。ステーキ焼き飯最高よ。はい、おいおい、ということで、ただいまですね、テーブルの方にステーキ焼き飯ですね、ニンニクステーキ焼き飯運んでまいります。それではね、早速焼き飯ですね、いただきましょう。ステーキソース作るのめんどくせえって方はね、もうかけないの、そのままで十分美味しいです。でもね、このちょっと塩焼き飯、塩チャーハン系にちょっと余ったび、みりんと醤油と砂糖を混ぜればいいだけのね、感じの作り方なんで、下にね貼っときますね。はい、最後にね、紅しょうですね、そうさせていただきました。これ腹たまるだろうな、肉のこの容積が
ああ、もうポロン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 もうね、いっちゃいます、いただきます。うん、うまっ。うん。うまっ。いや、このガーリック味が染み込んでます。まあ、うまいね、みたいな。うん。うん、ちょっとスプーン持ってくるね、これね。はい、ということで、スプーン持ってまいりました。北川さん、ありがとうございます。箸だとさ、飯とステーキいっぺんに食えねえみたいなね、うん、感じなんで、やっぱ一緒に食いてえじゃん、みたいな。ね、ステーキソースもかかったことで、みたいなね。いただきます。やばうま。やばうまです。マジうめえぜ、これ。値段的にもさ、ねえ、まあまあこう、肉もね、お前500円としてもさ、ね、ね、あと飯でしょ、卵でしょ、ネギの尻尾でしょ、ギャリックでしょ、そんなにはかかんねえんじゃないみたいなね、感じじゃない。うん、いただきます。あのステーキ屋さんで最後にさ、うん、ステーキの脂身とかをちょん切ってさ、飯とさ、あと何だっけな、飯と脂身とニンニクか、鉄板の上でガンガン炒めてくれんじゃん。あれうまいよね。もう話変わっちゃうけど、あれうまいな。うん、それの脂身じゃない感じのお味になってます。いただきます。うん、掘っても掘っても肉ばっか出てきて、すごいね。このネギが危ないね、これ。ヤクルトのパターン。うん、これ危ないか。うん、うん、よし。あっか。激安、激うま。あっか。熱いな。いやー、暑いけど、ほんとうまい。終わっちゃったね。この夏バテ気味の体にも、芯まで効きそうな感じですね。うん、たまんないです。ぜひ皆さんもお試しください。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場、最後までご視聴誠にありがとうございます。最後まで見ちゃった。見ちゃったよね、これね。うん。そして皆様に一つ、お願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。ガーリックステーキ焼き飯、最高うまいから。じゃあね。